ミスターマゆみさん、連絡ありがとうございます。トカチグのコブでございます。え今回ですね、まあ、健康に関する動画をということだったんで、ちょっとね、えー、ヒントになるかと思いますんでお話ししますけども、えー、実はこの糖尿病っていうのはですね、ものすごくね、厄介なんですよね。私は介護士として糖尿病の方の介護もしてたんですけども、週に2回から3回、えー、でね、朝7時ぐらいから、たいおおむねお昼ご飯の12時から1時ぐらいまでですか、この時間、透析に時間を費やされるんですよ。 そしてですねこの人工透析っていうのも厄介なんですけどもご家族の方もそして家の形も変えなければならなかったりとかして、まあ、経費が結構かかったりとかご家族の負担も大きいんですよね。もちろん精神的に糖尿病がかかってしまうとものすごく不安だったり。 あの面白くなかったりすするんですよいつも糖尿病のことが気にになななっっっててて十分心の底から楽しめないっていう精神状態になってきますで食べるものもね制限されますんでご家族の方が作る食事っていうのもかなり、えー、もう難しくなってきてで他のね糖尿病の当事者の方をほっといて好きなものを食べるっていうこともなかなか気分的にできないんで家族全体が食事的にも質素になってきますし、うん、かなりね面白くなくなってくるというふうなことを目の当たりにしたり聞いたり体験したりとかしておりました。 で糖尿病になるともっともっと直接的なリスクとして合併症がすごく起きやすいんですよねその代表的なのが血液がもうね末端ま,までいかなくなっちゃって壊死してしまって足を切断するってことが結構あるんですよ糖尿病ってのは足の切断とものすごく関わりが深いんで、えー、もう本当深刻になってきますでプラスですね、えー、視力ですね視力も急速に失われてきますので失明ってことが結構あるんですよ糖尿病ってのは失明にもかなり近いというねそういうリスクがある病気になってきますんで 慎重に慎重に糖尿病の予兆が出たときにはかからないようにかからないようにと本当に最小限でね抑えていっていただきたいかなと思いますた、まあ、多分これをお話しするだけでも糖尿病の心配を抱えている方がものすごくね糖尿病に興味を持っていろいろ調べ出すと思うんですよで調べ出すときにじゃあこちらのメールマガジンに登録していただいたら私が糖尿病のことをずっとお話ししますよっていうふうにやるとチャンネル登録が起きるということになりますでもこれはね求められている情報をお届けするということなんで人に喜ばれる情報を発信だと思うんですよあやふやな情報で儲かり よとかね稼げますよっていうので、えー、すぐにね30万50万というようななんとか塾っていうのも結構多いですけどそういうのではなくてねただ情報をお届けして人のためになりたい人の役に立ちたい自分も同じ不安を抱えてるから皆さんと共有したいってことはあのすごくいいことだと思うんですよね是非、えー、そういう切り口でも健康ってものを固めていっていただきたいと思います、えー、そして糖尿病になってない方も糖尿病の不安がない方もこういうふうに考えていただきたいんですよ今までね どれだけ体に悪いものを食べてきたかってよくわかりますねっていうふうにミスターマイエミさんに言われてましたけども本当そうなんですよ。私もですね、今の、ほとんど調味料をつけずに食べてるんですよね。全ての食材っていうの,あの。レストランとかに行っても調味料をお断りするんですよ。サラダとかっていうのドレッシングがかかってることもありますけども、それもサラダもドレッシングなしでお願いしますというふうに言ってきます。で、なんでそれをするかっていうと、実はですね、調味料にものすごくね、有害な成分が多いんですよ。ですから、せっかく素材のいい野菜を取ったりね、素材のいいお肉を食べても全く 意味がなくなくっちゃうんですよでおそらくねすき焼きをやったりとか鍋に行ったりとかするとみんなで一つの鍋をかかもあのつつくと思うんですけども。 ほとんどの方は残念ながらあの野菜とかお肉を食べてるんではなくてね楽しんでるんではなくて実はね調味料の味を楽しむためにダバ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 かけてるんですよ醤油とかソースとかマヨネーズとかケチャップも全くね私は使ってませんねあの嫌いなわけではないんですよ、うん、嫌いなわけではないんですけどもつけるにしてもちょびっとあればいいかなともっと言ったらですね私はあの素材そのものがいいやつを使ってるんですよだからお肉とかあの野菜とかね 結構高いんですよ、私が買うやつしかもそれなりのルートじゃないと買えないんですよねでも結果的には安くつくんですよなぜなら調味料代がゼロだからです、えー、そしてですね、あのー、それを食べることによっておそらくなんですけども医療費がかかるというリスクもものすごく減るんですよ ということとでででトータルで安く済むんではなないいかなというふうに考えています、まあ、こういうふうにですね、健康に対するもの、食事に対するもの、そういったものを情報発信するための、私の動画が今回ヒントになるんではないかなと思うんですので、こういうふうにお話してみてはいかがかなと思います。あ別にね、これ動画作るためにハッタリを言ってるわけじゃなくて、本当に私、本心から思ってることで、そういうふうに行動を変えてきたところがあります。私も所得が低かった頃っていうのは、あの格安のお弁当とかね、格安のハンバーグとかお肉とか買ってたんで、それはね、とても食べれたもんじゃなかったんで、調味料いっぱい かけることになりましたマヨネーズをいっぱいかけたりねケチャップをいっぱいかけたりとか食べましたけどもそれは素材が悪くて素材の味を隠すために調味料で、えー、ごまかしていたって形ですよねですから調味料っていうのは結構ねきつい味のものが大きいんですよだから調味料を舐めるだけでもねあのハンバーグ食べた気になるみたいなのほん異常なんですよハンバーグっていうのは肉の味そのものがハンバーグのはずなのになぜか調味料がね、えー、大部分を占めてますんで、うん、まあこういうとね調味料批判をしてるように見えますけどもいやー私はね調味料なしでも食べれるような食材をね 取っているってことなんですよもし食材があ味気なくって調味料をかけざるを得ないってことになるとその食材がもともとおかしいのかなとかね <laughs> 思いますけどもねまあそういうこともねいろいろとこう個人個人で選択していって私も最近ですからこういう食事になったらそして多分飽きてですね あの元の食事に戻る可能性もありますんで、えー、全くね偉そうに言えるわけではないんですけどもおそらくですけどもここのねところの健康診断とか怪我の回復が見てるとまあ間違いではないのかなという気がしますね、えー、これから自分の健康っていうのは家族にも責任があることになってきますんで家族を守るためにも自分の体をね健康に保っていきたいあらゆる病気に耐えう、ー、る体を作っていきたい精神力を作っていきたいというふうに考えております、えー、それではですね今回は FX のことをちょっとお話しできなかったんですけども健康についてのコンテンツを を作る上でのヒントになればと思いましてお送りしますそれでは失礼します